はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。 FPS 初心者がファークライフを続きやっていきたいと思います。ですね、ウィングスーツで降りていくところでどうしていいか分かんなくて攻略サイトを見ようと思ったんですが、この画面からですね、攻略サイトを、つまりあのインターネットを見に行くことができませんで困った。この歴のとこじゃないよな。でね、結局ね、どうしていいかわからないまま、続けて撮っておりますです。どうしていいかわかりません。あのヘリか、あのヘリに乗れってことかな、もしかしたら。そうかもしれない。ここで高度を下げないといけないのかな。ちょっと一回死にます。ちょっとこれ難しいな。行き先は合ってるっぽい。お、抜けた。あそこみたい。お、抜けたぞ。初めて抜けたぞ。どうしたらいい。パラシュート。パラシュートで、いけない。これうそ、ここまで来て死んじゃうの。頼むわ、頼む頼む、死なないでくれ。落ちてくれ。オッケー、うまくいった。頼むわ、ほんとむずすぎだよこれ。暑いでしょう。もう動画もう一回撮り直そうかと思ったらうまくいきました。ターゲットは消したか。ああ、俺が始末したよ。今度こそユマか。乗れ。この情報が最後の報酬だ。お前が始末したのは全て CIA のスパイだ。用済みのな。アメリカにとってパガンが脅威ではなくなった以上、ここでの痕跡を消す必要があった。お前いい仕事してくれたよ。じゃあ他の話も全部嘘か。お前の両親についての話は全部本当だ。ユマのことは、本人に聞くがいい。何すんだよお前。悪いな。でも言っただろ、愛国者にはろくなのがいないって。うわ、落とされちゃった。まあ、騙されたのか。こんだけ苦労させときながら誰か来たよ。うわ、捕まったか殺されたか。アクト2終了しました。うわ、マジですか。袋をかぶせたままなのか。パガン、息できないだろう。なあ、窒息しないように穴開けたか。ハロー、 CIA とのお遊びは楽しかったか。ルルゲシュへようこそ。むさ苦しいところで申し訳ないが、君が好き放題暴れたせいだよな。ゴールデンパスなんかと組むなんて。そしてポール、かわいそうに君の連れの敵でも取ったつもりか。名前はダメパン、クソパン、ドアノブ。熱いわね。
退屈させては悪いな。これから可愛がってやるなら徐々に慣れさせるべきだ。クソも砂糖をかければ食えるだろう。どうでもいい、確認したなら出てってよ。まだ仕事が残ってるんだから。はいはいはい、でも殺すなよ。五体満足のままでな。最後にな、あエイジェイ、苦しいだろうがこれは愛の鞭だと思ってくれ。それに素晴らしい景色の部屋を用意してやる。ああ、それからもう一つだけアドバイス。あまり端っこで寝ないように。何、端っこで寝ると怒っちゃうのかな。床に伏せろ。なぜ床に伏せるんだ。あ、ここ自体がもうあれなのか、牢屋なんだ。床がどうした。何のつもりだ。あ今のなんだ。なんか薬を打たれた。エイジェイジ、うわ、キモ。なんだこれ、幻覚ですか。落ちる夢、ここからよく落ちていくのよ。目を覚まさないままね。弱い者もそうやって死ぬ。下を見るな。もう始まっちゃってんのこれ。残念だが、うちの牛を殺さねば。え、これセーブできないんですか、もしかして。牢獄から逃げろ続いてるんですけど、どうしましょう。ということで一回切ってると思います。動画編集してると思いますが、皆さんこんにちは、カタリニウムのカタリです。 FPS 初心者が行くファークライ4を続きやっていきたいと思います。下を見るなってことで、牢獄をどうのこうので、もうすでに始まっております。セーブができていないっぽいので、こっからやっていきたいと思うんですけど、っていうか牢獄、暗闇で光るヘッドライトが悪魔の目に見えることがある。なんか幻覚。グラップルを作れ、グラップを作る、グラップルを作れ、作れって何、どうやって。俺がクモだったら糸を垂らしてよ。キラットには才がたくさんいるから。だけど俺にはなれない。あの女がすでにクモなんだ。彼女は皮膚の下に卵を産みつける。グラップルをどうやって作るんだ。痛くない、何も感じない。あいつらは可能やったよ。簡単に道具が見つかるんだと思ってたんですが、外は真っ暗だ、何も見えん。昔狩りながら崇拝者たちは町を築いた。岩山を削ってね。グラップルを作れ。それは偉大なる文明だった。今の惨めな出来損ないのキラットと違って。声、なんか怖いやついるんだけど、どうしたらいいの。治療できんのか。治療しかできない、やばい。無視していくしかないな。
落ちる。おい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 。おい、追っかけられてんじゃないの。倒せないもんな、どうしよう。マジかよ。したらいいんだ。なんとかしてほしいな。死にゲーだね、このゲーム。ブラックの道具なんてどこにあるんだよ。どっかに武器とかはないのか。あ、元戻ってきちゃった。これ先行けないんじゃないの。これ死ぬしかないんじゃないか、もしかして。死ぬしかないでしょ、先行けないし。困ったね、セーブもできないし、もうゲームやりっぱなしなんですけど、ずーっと。ここからですか。私じゃない、AJ。あ？モハンは殺してない。何を聞いたか知らないけど。彼を殺すとすれば、イシュワリの方ね、不死だらな女。なんだと。いいから、飛び降りてお願い。遺灰は、私が撒いといてあげる。さっきと違いますね。牢獄から逃げろは一緒。からはいけなくて。昔カリナガの崇拝者たちは町を築いた。岩山を削ってね。それは偉大な文明だ。今の ここでなんかやってるから、その間にこっちから薬を持っていない。火を持っていないからさ、どうにもなんないでしょ。走りもしないんだけど。あ、走れた走れた走れた。走るんじゃないか。ただどこに道具があるんだ。絶対にやられながら道具を探すのかい。頼むわ。なんだよ道具は。あ、これさっきのとこだ。あ、なんか黄色が出てますね。どこ、ここにグラップルの道具がある。頼むよ、治療じゃなくてインタラクトさせてくれ。いやー、こいつちょっと邪魔でしょう。どうしたらいいの。
毎回違うのか、このオープニング。ちょっとダメな、本当に。昔カリナガの崇拝者たちは町を築いた。岩山を削ってね。それは偉大なる文明だ。今の惨めな出来損ないのキラッタと違って。それは分かった。で、グラップラーどこで見つけんだ。これでしょ。インタラクトできないんだけど、まだあいつに見つかんなきゃダメなのか。あとどこ、あともう一個こっちだな。ああ、見つかっちったよ。クリを持っていない。もう一個こっち側なの。え、こっちにロープなんかなかったよね。でも開いた。さっき開かなかった。それをお前の母親がぶち壊した。私は警告したが、パガンは無視した。どっち行けばいいかな。報酬も出ないぞ。そして変な声が聞こえる。いや、いるじゃん、また。出ないね。この死にゲーやめてほしいんだけどな。ロープ、これじゃないのか。ロープはインタラクトさせてくれ。グラップルで逃げろ。わあ、来たよ。どこだよ、逃げろっつったって。最初のとこだな。ここだ。ロープをね、揺するっていうのが難しいんだよね。あ、ここ、このまま外せますね。次あそこかな。よし、来た。この辺苦手でな、グラップル。私はパガンにすらできなかったことを成し遂げ、キラストに真の文明をもたらして外す？見せるのだ！もうこれでいっぱいなの？外して大丈夫？これうっそ。
そう、ここで外しちゃったけど、これ死ぬんじゃないの。うわ、死ぬよね。頼むよ。あれ以上グラップル伸びなかったんだけど。こっからっすか。いやー、参ったな。セーブもできないし。我が絶望に陥っている前に、私は真の信仰を手に入れた。足りなくを見出したのだ。私はシャングリラに生き、おし、ここからが分かんなかったぞ。ここしかないよね。かつて足りなくが蘇ったように、私はパガンにすらできなかったことを成し遂げ、キラストに真の文明をもたらして見せるのだ。ずっと下まで行くんじゃないのか。ここでいっぱい、今度は大丈夫だった。ロープを取って長くするとかできないのか。できないんだね。これもできない。うわ、嘘。おお、またなんかおかしくなってる。どうしたらいいんだ。じゃないの、グラップル。あそこか。うわ、むずいな。グラップルは本当むずいっすね。え、あそこへ行けって。ここで外したらしいんだ。この揺らすっていうのもね、なんかやりにくくて。オッケー。グラップで。セーブできるところまで行きたいっていうのが本音です。おお、セーブした。ここでセーブですか。ということでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。セーブされましたんで。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。下に落ちたところから次回スタートしたいと思います。